坂東工事は日本の実業家。株式会社 NTT プララの実質的創業者で光 TV 事業の創始者。2019年6月まで NTT プララ代表取締役社長を務め、2019年7月から同社エグゼクティブプリンシパルに就任。船井電機代表取締役。ジャパンケーブルキャスト株式会社社外取締役。 株式会社イーストグループホールディングス社外取締役、テック情報株式会社監査役、株式会社ネクストベース社外取締役、株式会社 IG ポート社外取締役、NPO 法人ブロードバンドアソシエーション理事、一般社団法人 IPTV フォーラム理事、徳島県生まれ、城南高校から徳島大学工学部電子工学会進学、2014年に、 ノーベル物理学賞を受賞した中村修二と同級生で長く進行を続けている。同大学を1977年に卒業し、同年4月、日本電信電話校舎入社。91年2月、九州支社 ISDN 推進室長。93年3月、長距離事業本部通信網システム部担当部長。96年3月、 マルチメディアビジネス開発部担当部長。98年7月、NTT プララ代表取締役社長に就任。就職活動につき、77年、オイルショックの不況下で就職活動をしました。私も厳しい状況だったのですが、たまたま電電公社が四国で一人だけ追加採用するというので、ダメ元で受けたら、通ったんですと答えている。 同時に就職活動を振り返り、若者に対し、境遇は選択の余地がないから、全力でやるしかない。でも、そうじて、若い時期に苦しい経験をした人の方が伸びるよと、伝えたいと話している。NTT プララ設立から3年後に、社長就任。当初、NTT 本社から、通信販売などの事業を期待されていた同社だったが、事業が拡大できず、 バンドーの社長就任当時、累積損失は約37億円、キャッシュは約3億円、毎月約1億円以上の赤字を計上しており、NTT の予信力はあったものの、実質債務超過状態にあった。就任前後に NTT グループの再編を迎え、バンドーは社長就任2ヶ月後に事業を生産せよと言われるが、 資金が続く約半年間は続けさせてほしいと頼み込み以降広告の出稿の一時停止普及の事業の廃止など徹底したリストラを実施唯一伸びていたインターネットサービスプロバイダー事業に特化し後に社名にもなるプララのサービスを拡大し資金ショート寸前に黒字化を達成したバンド王はこの時期にインターネットのマーケットが急拡大していたため この事業に特化した。それから、弊社は通信販売の企業でなく、プロバイダーの会社になったんですと振り返り、同時に成功も奇跡も、それを信じた者のところにだけ訪れるのでしょうと、語っている。こうして、事業を軌道に乗せたが、バンドーは、プロバイダー事業が絶好調だった2000年代初頭には、すでに、この伸びは近い将来、頭打ちになると考え、 事業環境が良いうちに IP 電話など様々な事業を試し、結果が出せる事業を探していた。それが公開線経由の映像配信サービスだった。そして2004年にインターネットを経由し、他チャンネル放送とビデオオンデマンドの両方が視聴できる映像配信サービス、ホースメディアの提供を開始した。将来的にビデオオンデマンドが普及していくだろう。だが現時点では、 地上波放送を見慣れた顧客が多いから衛星放送のような多チャンネル放送とビデオオンデマンドの両方が必要だという先読みがあった。これに前後し NTT グループ内には OCN シアター、オンデマンド TV などのサービスが立ち上がったが2008年 NTT グループ幹部の間に新規事業はバンドに任せるといったコンセンサスが取れこれらサービスは 光 TV として統合された。バンドオンはインターネットを経由した映像配信サービスを始めたことを受け、事業環境はある程度先を読むことはができるんです。どのような分野でも先端を行っている人は必ずいます。そして将来起こることは今一部の先端を行っている人の間ではすでに起こっていることが多いんですと話している。その後、 ヒカリ TV は順調に成長を続け、2010年度には100万会員、2012年度には200万会員、2015年度には300万会員を突破。だが、バンドは次世代のサービスを拡充するとし、2014年10月、日本で初めて 4K のビデオオンデマンドの商用サービスを開始している。当時は 4K のコンテンツが少なく、下町ボブスレー。 大田区の挑戦、宮里美香ショットイ E に 4K を自主制作、テレビ東京とともに、岩井春実施プロデュースの謎の転校生、TBS とともに美術館のある風景などを制作。数々の新サービスを普及させた経験を生かし、4K 放送の先駆者として普及に努めている。また、ゲームや音楽を楽しめるスマート TV サービスも、まだ市場がないからこそ始める意義があると、 積極的な普及に努める。ありがとうございます。